おはようございます。本日の閣議において消費者物価指数について報告をいたしました。今回の公表から新たな2020年基準に基づく指数への切り替えを行いました。7月の生鮮食品を除く総合は1年前に比べ 0.2% の下落と12ヶ月連続の下落となりました。これは携帯電話通信料が下落したことによるものであります。詳細は統計局にお尋ねいただきたいと思います。次に8月11日からの大雨によりお亡くなりになられた方々のに哀悼の意を表しますとともに、被災されたすべての方々に心よりお見舞い申し上げたいと存じます。8月13日及び14日に災害救助法の適用が決定された島根県、広島県、福岡県、佐賀県の合計で8つの市町村からの要望を踏まえ、9月に定例交付すべき普通交付税の一部73億6800万円を本日繰り上げで交付をいたしました。またその後追加で災害救助法の適用が決定された市町村についても所要の手続きを速やかに進めるよう指示を出しました。今後とも被災自治体の実情を丁寧に伺いながら、その財政運営に支障が生じないよう適切に対応してまいります。詳細は自治財政局にお尋ねいただきたいと思います。次に来週24日から今般の8月の大雨により広範な浸水被害、土砂災害の発生した佐賀県および福岡県の訪問を予定いたします。現地では断続的な雨が続く中、多くの消防職員、消防団員による懸命な救助や捜索が行われました。まずは被災現場を視察するとともに、尽力いただいている消防関係者を激励する予定であります。また佐賀県および福岡県内の首長や議会関係の皆さん、消防関係の皆様など幅広く意見交換し、今後の復旧復興に向けたご要望などをしっかりと伺ってまいりたいと考えております。詳細につきましては消防庁にお問い合わせをいただきたいと思います。今日は私の方からは以上であります。ございます。はい。幹事社産経新聞の林と申します。幹事社から一問伺います。今回の大雨災害にあたって消防庁や現場の消防の活動状況というのはどういったものになっているでしょうか。先ほど申し上げました通り、本当に大変な被害に遭われて尊い命を失われた方々に心からご冥福と、すべての被災者の皆様方にお見舞いをまずは申し上げたいと存じます。総務省消防庁では刻々と変わる被害状況につきまして、連日地方公共団体及び消防本部から迅速に把握するとともに、要請があった際に即座に対応できるように緊急消防援助隊の派遣も準備していたところであります。また土砂災害警戒情報が発令されるたびに市町村に対し速やかに避難指示を発令するよう促しました。また各被災地で河川氾濫などによる孤立が発生する中、地元消防職員、消防団員、県内応援隊により消防防災ヘリコプター救命ボート等を活用し、懸命な救助活動が行われ、計65人が救助されました。現在もなお捜査等が続いている現場もあります。大雨がいまだ各地で続く中、総務省として国民の命を守るため各地の消防機関と連携し、引き続きしっかりと対応してまいりたいと考えております。ありがとうございました。他社さんお願いします。テレビ朝日報道です。離れている島、離島ですね、離島の高速通信網についてなんですけれども、総務省今年度から
整備費だけじゃなく維持費についても財政支援の対象としているわけなんですが、その意義とですね、あと今後これどのように活用されることを期待していらっしゃるかと、まあ、ご指摘の離島における光ファイバーの世帯整備率は全国と比べるとまだ十分とは決して言いません。離島において整備が進まない要因の一つとしまして、維持管理の負担の問題がこれが出てまいります。そこで令和3年度から離島につきましては新規整備に対する支援に加えまして、維持管理にかかる経費についても財政措置を講じているところであります。離島においても光ファイバー等の整備を進めていただき、学校教育、在宅勤務、オンライン診療等に活躍していただくことを期待をいたしております。我々としては整備希望がある自治体に対しましてはきめ細やかな支援ができるようにしっかりと対応してまいりたいと考えております。誘惑新報の園田です。先週の5年ぶりとなる万国郵便連合 UPU の大会合が開幕しました。事務局長選挙には日本院から日本郵便の目時常務執行役員が立候補してますが、国際郵便分野における日本のリーダーシップに対する期待についてご見解をお願いいたします。はい、国連の重要な専門機関であります UPU は、越境電子商取引の急拡大を背景に国際郵便に関するルールを定める国連機関として一層重要性が高まってまいっております。この UPU におきまして、我が国はこれまでも理事会の議長国を務めるなどリーダーシップを発揮してまいったところであります。今般の事務局長選挙においては、行政および外交の分野で豊富な経験を有する目時雅彦氏を擁立しており、国際郵便分野におけるさらなるリーダーシップの発揮に向け、引き続きしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。内容でありましたらこちらで、ありがとうございました。